ただ客席を見る余裕がなかったんですよ。もう最後のカーテンコールですかにもうはーってやっと見えたかって。パンケーキ、ストロベリーなんちゃらパンケーキ、うん、見やすいホールでした。ほんと？そう、ステージ近いんですよ。皆さんどうでした？矢野陽子はちゃんと振りましたよ。近かったって。そっか、長野の方遠かったか。コウタとの絡み、二人とも忘れてんだよ。去年のどうやって絡んだか。あんな可愛い役とは。でも陽子って意外とひどくって、勝手に好きになって勝手に振るじゃないですか。あ、確かに去年恋人つなぎだったね。確かに。うん、袖引っ張るとこはかわいすぎて、やったるわそんな袖引っ張ることぐらい。そんな顔じゃねえって。はい、小石さんは現実でもクズなのが気になりますね。ひどっ。そんなことないですよ。私がすっごい緊張したんですよ。本当にこの顔見たら分かると思うんだけど、すっごい緊張しててみたいな、もううろちょろうろちょろしたんですよ。したら大丈夫、始まったらやるだけだみたいな。そう、歌うまかったです。だって嬉しい、ありがとうございました。食べ終わりました。そしてこれなんかね、携帯クーポンで買ったんですよ。ポテト、こんな時間にマックのポテトとマックのアイスを食べちゃう。はい、女の子座り今日も頑張ってました。そうですよ皆さん、そこ注目してください。頑張ってますから、女の子座り痛いってなるんだから。実はあれあざ作ってるんです。あざがあるんですよ。あ、もうのの長っ、おいしい。一日置かずね、ちょっと食べます。おいしい、本物のスパンシャンとは今日は違う。うん、違います。こんなになんだってやんない。うわーそんなやらないです。全体的に女の子っぽかったって。確かにな、確かに。でも滑舌が本当に悪すぎて
ハンカチ噛んだ人って マジでギリギリまで喉との戦いだったんですよ本当に終わってから話で見つかりますよ。全然心の中で叫ん噛んでました噛んでください。ハンカチ忘れた。面白い。かわいいかわいい陽子ちゃんが見れますよ。なんかクマ飛んでる。なんでポテトが美味しそうに見えたんでしょありがとうございますね。台風心配だよね。イエかなちゃん、今日の舞台で初めて見ましたって、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ可愛かったって。もうそれ矢野陽子のおかげやん。ありがとうございます。素敵な演技でしたって。でも本当に演技は本当にね難しい。本当にいろんな人と話していろんな人にアドバイスもらってます、うん、明日新幹線が止まると嫌だったんで前乗りしましたって。ね、本当台風ね怖いよね。芋食ってます。私はマキみたいになりたい。ほら行けなよ。無理。見てみよう。ここ私たちさ分かるよ。ごめんネタバレ注意です。この時間のお芋はうまいぞ。福士さんのお弁当美味しかったですか？あ、そうなんです。今日の夜ご飯は福士さんからご皆さんへその差し入れでお弁当をいただいたんですよ。めっちゃうまかった。美味しかったって言えって話ですよ。美味しかったうん、手作りなわけなわけってそれも失礼だねそう美味しかったですよ。なんかねイカそう奈々子さんのファンかね。時間ちゃん可愛かったって。本当嬉しい。マジ陽子のおかげ。かわいいなんて陽子のおかげですよ。ほんとにあのコウテさん、ほんとにそれマジ陽子のおかげです。見てくださいこれ。なかなかレアなアイドルの。うまかった。うまいっす。こんばんは。そうなんかねイカとカシューナッツのなんかあったんですよ。美味しかった。お弁当の写真撮るの忘れたわ。3列目よく見れましたって。よかった。髪色違和感なかった。本当？ちょっとグレちゃいました確かに去年と比べるのもね
ありですよ。多分時間経ってるのこのポテト。早くぐぬぬしたい、ぐぬぬしてください、俺の力に俺の力とは、俺の力と手つないでるって、上がってなんて言われてるってやばい、本当にネタバレだ。去年より歌が上手くなってるって思いましたって。嬉しい、それは嬉しいです。本当にセリフもそうなんですけど歌もそうで、本当に喉が心配だったんですよ。タンガラミがすごく心配で、今もあるから、そう、もう一日仕事頑張れ、頑張れ、ま、ハラハラしましたでしょ。ココータ大きくなってたでしょ。もうずっとココータと話してた。大好き、確かに大好きね。え、磯野さんすっごい身長高いでしょうね。私と30センチの差です、聞いたら身長。ほんと確かに少し声変わりもしてたよね、ここだね。おいしい。服かわいいだって。嬉しい。3着しかないから私服。ポテト食べてる。なんかね細かいのが多いのよ。そう、ハンバーグはさすがに食べないし。おいしい。でも明日ほんと台風が心配。いやほんと、じゃあ明日の目標は、来てくださったファンの方をうんってさせるね頑張るわ。どんな目標さあってで、私が振った時にシャーってなるんでしょ。あ、サマステ中止。なんかロッキンもそうですよね。ハンカチえって噛みちぎってください、ハンカチを。明日ハンカチの裂ける音が響き渡るのか。そう、そうなんです。あー確かにマスクしてるか。じゃあこうやって、でやってください、裂いてください、引き裂く。で、こうね、終わったあとはごめんねって言いながら縫ってくださいハンカチごめんねって言いながら
客席余裕見る、余裕なかったですよ。なかったなかった。縫ってくれませんか、自分でやりな。なんかどっちかっていうとこう下見ないとファンの方っていうか下の方ね、客席がファンの方が見えないから真正面向くと真ん中ぐらいなんですよね、見えるのは。ほんと見てる余裕ないです。こんばんは。そう、カーテンコールでめっちゃ見た、誰いるかなって。手はさすがにやってないけど、そう、お客さんが上目遣い、こうやって見る感じ、前の方だとね。でも本当に何だろう、考えさせられる物語なんですよ。演技で答えてくださってありがとう。なんかね、すっごい細かいのが多いポテト。なんかさ、対照的な感じじゃない、主人公が。でも家族の思いは一緒じゃん。そう、コウタの両親はもう何も言わなかった、あんたこの東京で何やってんだよみたいな言わず、もう本当にコウタのやりたいことをやらせるし、大輔の家族はもう大輔がすっごいこう心配で大丈夫って電話かける。なんか考えたもん、自分の家族も。本当に、だからもちろんこのね舞台とかって自分の使命を見に来るとは思うんだけど、それプラス物語もちゃんとこう見て感じていただけたらなって思う。だからなんか本当にセリフの一つ一つもそうだし、そのシーンとか全部そうなんだけど、それがねすごくいいので、見に来ていただけたら嬉しいななんて思います。かな。おいしい。前は両親から見たらどう映ってんのか考えてしまったって、確かに私も考えた、どっちなんだろうなって。でも本当来春さん、来春さんと座間さんの
絡みはないけど、その何セリフがマジ面白い。一生笑ってるそこで親に今年のお盆は帰ってこないのかと言われました。うん、帰ってあげて。本当にね、そう、ゆみみさんたちも本当に面白いし、本当にキャストの皆さんが面白いんですよね。うん、アンサンブルの皆さんもすごい面白くて、そう、ずっと笑ってる。だからそれで少し緊張をほぐしていってます。うん、いろいろ本当に演技についてとか、私その滑舌についてとか教えてもらって、いろいろね。でもやっぱ「ウイローリーいいよ」って言ってくださったんで、ちょっと強化して頑張りたいなって思います。ウイローリー、だからだ、わかる。楓さん可愛いよね。わかる、めっちゃわかる。デート、うん、ありがとう。こんばんは。いい、同じコメントは大丈夫よ。ありがとう、来てくれて。今日は裸眼です。ほら何も入ってない。こんばんは。もうちょっとで完食。嬉しい。よいしょ、きなりを始めましただって嬉しい。お腹めっちゃ鳴るやん。綺麗な目ですねだって。いや、よいしょ、ほいほい。あっという間に完食です。Mサイズ、よくわかったね。台風で悩んでる。そうだよね、わかる。台風ね。仮ヶ丘駅、地下鉄だからまあ止まることはないかもしれないけど、ね。マック、ヒルサイズで黄色い線、そうなんだ。帰宅しましたって。初日見に行けてよかったです。嬉しい、ありがとうございます。マックのバーガーはサムライマックです。肉厚ビーフなんちゃら。そうなんだよね、そのたどり着けるかなんですよね、地下鉄とか。そのね、そう、マック買ってこようかしら。太るね、私
瞬太る、もう絶対太った本当に太りました。もうOK、 全然写真撮れなかったな今日。サムライマックじゃないよ今日は、はい、どうしよう何時までやろう。あーメールも書いてない。お休みメールちょっと今書いちゃおうね。終わっちゃうの寂しいな。はい、明日に声、そうだから朝やろうかなって思ってる。はい、夜はできたらやるっていう形にして、明日何時だ、何時に起きればいいんだ。そしたら30分だけやろうかなって思ってて、9時15分からやります。お、じゃあちょっと待って、うん、9時15分から30分だけやります。で、私は9時に起きればいい。アラームセットしておいて、すっぴん確定ですよ。すっぴんですもう会場行ってメイクします。はい、はい、寝起き確定です。もちろん矢野陽子って何のイメージですか？パーカーですか？何だと思う？矢野陽子って靴下？靴下にしたくね他のキャストさんとも撮れなかったんですよ。ほんと撮るタイミングなくて。この写真嫌だな。しよう。オッケー。あ、待って待って待って。オッケー。
そうなの、ずっとリュック背負ってるな、あの子。ずっとリュック背負ってるんですよね、矢野陽子って。で、そう、なんか最初歌だけ出るじゃないですか、みんなで歌うじゃん。その時と最後、そのカーテンコールの時、もう私ずっと背負ってたんですけど、背負わなくていいんじゃないって言われて、そう福士さんに、そうなんですかみたいな。福士さんとまなこさんとななこさんと磯野さんがいらっしゃって、私がその出るタイミングのところに、そこでいらないんじゃないって言われて、いらないですかねわかりましたってリュック置いてきた肩凝っちゃいそう、もうね、やばいの、痛いの、短パン。あのリュックの中には何が入ってると思います？いや、重たくないんですけど、でも多分ね、いろいろ疲れが取れてないっていうのと、なんか昨日結構大荷物だったんですよ。もうほら結構肩張ってるんです、本当に。ここに夢が詰まってんの、やだここに夢詰まってんのやだね夢と希望ってことやだわ。あ、リュックの中ってことここかと思っちゃったあれ、リュックのことどっちリュックの中は台本が入ってます。私は台本と、なんかメイク直すようなやつここかと思っちゃったよ夢と希望なんて言ってたリュックか、すいませんすごいラグがある、はい、そう、私もそうですね、台本が入ってます。いつでも確認ができるように台本入れてます。台本とメイク直し用のリップとか入ってます。そう、はい、あくび。リットルの水はさすがに入れないよ、入れたらもう走ってきない。だいたいさ、陽子ってさ、走ってさ現れるんだよねそう、お疲れ様だって、ありがとう。なんかさ、終わっちゃうのやだずっと言ってる。なんかさ、始まるとさ終わるじゃん。そう、始まると終わりが必ずあるじゃないですか。それが寂しくて、なんか NGTのメンバーだとさ、メンバーに会うことはできても、他の方にはお会いできないじゃないですか。そう、なんかそれがすごく寂しくて、去年より周りの方とそうお話できるようになってるし、なおさらそう寂しいなって思う。もう下手したら二度とお会いできないかもしれないじゃないですか、わかんないけど。だからさ、まなこさんとかさね、
思ってる。だから終わってほしくないなーって。なんかせっかくさお会いできた、出会えてさ、出会えたのに。って思っちゃう。だからそう、終わってほしくないって思って、もっといろいろ勉強したい。本当に自分が知らないことだらけだから、いろいろこう吸収できるんですよ。そう、楽しい、本当に楽しいそう、本当まだまだだけど、本当にね、前のキャストさんと比べたら全然演技とかできてないけど、すごい楽しいんですよね。うん、なんで舞台ってあんなに短期間で終わるんだろうね。わかる。でもまあ長期ものもあったりするけどね、いろいろ本当ですよ、いろ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 あるよ。うん、あー危ない、メール送んないと。ちょっと23時になったら終わりにしますね。ねえ、こんばんは。尊い、ありがとうございます。いやー、でももっとこう入り込めたらいいなって思う。自分の中でもっとその役になりきって、もっと入り込めて、もっとこう感情を出せてとか、そうなりたいって思っちゃう。そう、明日もねあるから、明日はね台風来るから、本当もしねこうお越しになる場合は気をつけてきてください。いいなと思うね、こちらはなんかハンカチじゃなくても自分の着てる T シャツ破れるから ただの変質者の時になっちゃうけどもし T シャツまで破れてたらはい、目標それで明日頑張ります、はい、目標やべえ本当それな。だって T シャツ破れても、あの物販の方で売ってますから T シャツ
そうなんです。誰か本当にやったら、あ、なんと今ちょっと T シャツ破れちゃった方がいらっしゃるんですけど、ここでちょっといいアイディアがございまして、なんと売ってるんですって物販の方で T シャツが売ってるので、ちょっとそのままだと買えないと思うので、ぜひぜひってはい、あ、物販にハンカチあるって。ハンカチ破れても大丈夫だ何の心配破れても大丈夫って23時なので、ちょっと寝ますじゃなくてお風呂入って寝ますはい、ということで男女読みます。13位ウジエル、33位ウジエル、32位ヨウさん、11位カワちゃんさん、11位カワちゃんさん、10位ハブトゥーセーブさん、10位ハブトゥーセーブさん、9位ナチュラルさん、9位ナチュラルさん、8位ユウさん、8位ユウさん、7位カブさん、7位カブさん、6位タッチンさん、6位タッチンさん、5位パンダのテオさん、5位パンダのテオさん、4位ディヤマさん、4位ディヤマさん、3位トムネコさん、3位トムネコさん、2位マイクさん、2位マイクさん、1位カズミネさん、1位カズミネさん、ありがとうございます。ありがとうが飛んでる。こちらこそありがとう。明日は9時からです、配信朝。はい、で何だっけ、なんか言おうと思った。あ、そう、9時15分起きるのが9時です、ごめんなさい。9時15分から30分間です。でなんか言おうと思ったんだよな、忘れちゃった。あ、そうだ、今日ね来てくださった方いらっしゃると思うんですけど、ハッシュタグ家族の話2022でいろいろつぶやいていただけたら嬉しいなって思います。はい、プラス安藤ちかねでもね、ハッシュタグつけていただけたら、私のエゴさに引っかかって、パトロールしてまいりますので最近いいね押せてない。はいね、あのハッシュタグは頭の方につけてくださいはい、ということでね、そろそろ終わります。はい、ではでは、ありがとうございましたまた会いましょう、ルーム、また明日、バイバイ、ありがとうございました、バイバーイ。